皆さんもこんにちは、今日はお昼を作っていきたいと思いますけど、今日はね、家でしっかり作ります。今日はちょっとね、お蕎麦はね作ろうかなと思ってます。あっさり系で健康的なのをちょっと、まあたまにはと思って、山菜そばですね。冷たいそばなんですけど、具沢山で山菜そばを作っていきたいなと思ってるんで、ぜひ見ていってください。こんな感じです。どうぞ。今日はお蕎麦を作っていこうかなと思います。こういう蕎麦ですね。こういう蕎麦を今から茹でます。こっちで茹でるんで見えないんですけど。ザフッと茹でました。で、茹で上がるまで待とうかなと思います。じゃあ盛り付けていきます。この麺ですね。麺を、茹で上がったんで、これを。まずですね、ここら辺のものを、油揚げ。ですね、普通にこう、稲荷のね、油揚げですよね。煮卵も。カニカマも、彩りで。そしてこのブロッコリースプラウトも、こんな感じで。たけるくんの好きな、ブロッコリーですよ。わかめですね、乾燥わかめ。こう、メインの山菜。山菜のその、お蕎麦にしたいので、山菜ですね。山菜ついでに、タラの芽の天ぷらです。タラの芽の天ぷらを、こんな感じで添えていきます。春ですからね。ネギも散らします。具沢山すぎますね、ちょっとね。こんな感じですか。で、これは麺つゆですね。麺つゆをこう回しかけて、こんな感じですかね。はい、できました。具沢山山菜そばの完成です。じゃあこれを今から食べていきたいと思います。はい、どうもこんにちは。これは何ですかね、上白石萌音が抱える妹モカへの悩みだそうです。私生活でも衣食住を全共有だそうです。これは女性自身ですか。愛嬌があって気取らない性格ですし、一度仕事をするとまた一緒に仕事をしたいと話すスタッフが多いです。目下飛ぶ鳥を落とす勢いの女優、上白石萌音23歳。ボス恋昨日やってましたよね。放送済み。第7話まで全話、視聴率2桁の好調ぶり。あ、そうか、昨日の視聴率もう出てんのかな。ああ、すごい。8話は番組最高視聴率タイですね。11.8% ですよ。すごいですね。素晴らしい。まあ、そんな好調なんですけど、1月の萌音さんの誕生日には、スタッフからロケジャンが送られましたと。共演の玉森さんも欲しいもの聞かれて、器かアイマスクが欲しいですと答えていましたよ。スタッフにも、共演者にも愛されていますと。今年は大河ドラマ、青天を衝けにも出演予定。まあ、これからですね、出番がね。今週開始の朝ドラカムカムエヴリバディのヒロインの一人にも抜擢されている。妹のモカも22年前期ドラマに、朝ドラに出演が内定した。姉妹リレーと話題になっています。これ、なんかまだ、全容はまだはっきりしてないんですよね。そんなモネとは、同じく姉妹で活躍するある女優と親交がある。それは広瀬すずと、なるほど、映画のチャイオの共演以来一緒に食事に行く仲だと。二人の会話の中身はというと、女優姉妹同士、姉妹トークで盛り上がることがあるようで、鈴さんと、モネちゃんも共演経験がありましたと。上白石姉妹は現在二人暮らし、以前は鈴も姉のアリスと同居していたから、姉妹同居ならではの悩みなど通じる部分もあるだろう。上白石姉妹の同居ぶりを芸能関係者が教えてくれた。モカちゃんが姉、妹らしく甘えているのか、家事をモネちゃんに任せちゃうことがたまにあるみたいで、モネちゃんは仕方がないと思いながらやってあげてるみたい。クローゼットの共有で趣味も似ているため、こんなトラブル。お互いの服を貸し借りすることがあって、着ようと思っていた服を相手が着て出かけてしまって困ったなんてこともあるんだとか。結構サイズ違いそうですけどね、そうなんだ。ただ、根本的に仲はいいという。互いに美味しそうな差し入れが現場にあるときは家に持ち帰って一緒に食べるようにしていて、
モカさんはそれを楽しみにしていると言っていました。微笑ましいですよね。自宅の冷蔵庫でも姉妹リレーが続いていたと。なるほどね。これまあでもどうなんですかね、姉妹だからっていうのがね多分あるんじゃないですかね。姉妹だったらね一緒に住んでもいいですよね。あと同じ芸能界っていうのもあるんじゃないですかね。仕事がね似たような感じなので、その愚痴っていうんですかね、まあその仕事に対するなんか相談も家でできるっていうところがあるんじゃないですかね。全くこれが違った職種だったらまた別なんじゃないですかね。あとはまあ姉妹で住んでるってことはあんまりこう恋愛が今ないって感じなのかなってちょっと勘ぐっちゃいますからね。僕その男だけの兄弟なんですけど、やっぱりね男同士で一緒に住むっていうのはきついですよ。一回ありますけど、一年ぐらい。きつかったですね。もう二度としたくないですね、なんか。たまにね、年に一回ぐらいみんなで集まって旅行行くぐらいであればいいですけど、一日だけだったら耐えれます。一日酒飲んでわーってやるとか言うんだったら耐えれるけど、年がら年中ね、兄弟で一緒に住むってのはちょっと勘弁してほしいですかね。だからやっぱり姉妹ってのはそこら辺はね、喋ることもいっぱいあるからいいんでしょうね。まあそんな話です。ではでは。